七クマ。俺は駒田博士、高校2年生。学校では博士と呼ばれている。と言っても、めちゃくちゃ何かに詳しいというわけではなく、名前が博士という字だからということと、あとは多分、メガネキャラだからだ。おはよう、博士。おはよう。もうすぐ修学旅行だな。そうだね。そうだねって、博士、反応薄いぞ。そうだそうだ。高校最後のイベントじゃないか。そうか。来年は受験があるから、修学旅行が高校最後のイベントなのか。告りたい女子とかいないの？いないよ。え、みんなはいるの？そうだな。うちの学年で言ったらやっぱり、松岡里奈か川本真央じゃね？だな。どっちも美人だけど系統が違うよな。松岡はモデル級のビギャルで、川本は学校のアイドル的な感じで甲をつつけがたい。へえ、それで、そんな川本と幼馴染の博士は、川本に告らないの？告白？しないよ。俺たちはただの。何何？博士が誰かに告るの？松岡さん。彼女が今話題に出ていた松岡里奈さん。俺とは同じクラスで、本当にモデルをやっていたこともあるそうだ。誰にも告白なんかしないよ。なんだよ、教えてよ。私と博士の仲じゃん。なんて言っているが、2学期に文化祭で実行委員を一緒にやったことがあるだけだ。彼女はあんなことを言っているが、ただの隣の席のクラスメイト。だから違うったら。そっか、博士、好きな人いないんだ。え？あ、ホームルーム始まる。今日は修学旅行の半決めだったよな。うん。今日は修学旅行中の半決めをする。単独行動にならなければ人数も自由だ。好きに決めていいぞ。あのさ、博士。どうしたの？実はお願いしたいことがあるの。え、俺に？うん。よし、そろそろ決まったか。はーい、私は博士と二人きりで回りたいです。え？別に構わないが、珍しい組み合わせだな。まさか松岡って博士狙い？マジか。確かにいいやつだけど、なんていうか、印象の濃さが対照的な組み合わせだな。その日の昼休みになる頃には、俺が川本さんと二人で修学旅行を回るという話は、あっという間に学年中に知れ渡っていた。え？二人きりで？うん、そうみたい。大丈夫、魔王。魔王、修学旅行中に告白するって言ってたから、一応伝えておいた方がいいかなって思って。うん。ありがとう。どうしよう。とりあえずリナにさ、話聞いてみたら？聞きにくいならうちらが聞いてこようか。うん、私自分で聞いてくる。二人ともありがとうね。そっか。うちらは魔王を全力で応援してるからね。行っておいで。うん。そうは言ったものの、リナが本当にヒロシのことを好きだったら、私に勝ち目はないよね。だってリナってすごい美人だし。あ、リナ。マオ、ヤッホー。今日も可愛いね。ありがとう。あのさ、どうした？さてはあれでしょう、恋の悩み？どうしてわかったの？それはやっぱり私も恋してるからじゃね。そうなの？うん、ずっと片思いだったんだけど、つい最近両思いになって。両思い。そうなんだ。おめでとう。
って何自分の話してるんだろう。で、マオの好きな人はどんな人なの？私もずっと前から好きなの。リナよりもずっと前から。親同士が知り合いでね。子供の頃からいつも優しくて。へえ、そうなんだ。そろそろ告白したいなって思ってて。いいじゃん、絶対告った方がいいって。そうかな。うん、絶対大丈夫だよ。マオは超可愛いもん。リナ、ありがとう。結局リナの好きな人が誰か聞けなかったな。本当にヒロシだったらどうしよう。しかも両思いって。そうだ、今度はヒロシに聞いてみよう。あれ、マオどうしたの？教えてほしいことがあって。え？テスト終わったばっかりなのに？勉強のことじゃなくて。勉強じゃないこと、俺にわかるかな。その、ヒロシって好きな人いるの？え、いるけど。いるの？意外。まあ俺なんかにはもったいないような人なんだけどね。それってもしかしてリナのこと？マオ。え？修学旅行の時伝えたいことがあるんだ。少し時間作ってくれると嬉しい。え？それってどういう意味？私にリナを彼女として紹介したいってこと？それとも、わかった。ありがとう。ああ、そうだ、ココア入れるね。外寒かったでしょ。ありがとう、ヒロシ。昔から変わらずずっと優しくしてくれる。やっぱり好きだな。そんなこんなで迎えた修学旅行、行き先は沖縄。俺たちが住んでいるところよりもずっと暖かく、気持ちもなんだかオープンになってくる。ねえ、男子も一緒に写真撮ろうよ。あう、これ全員入れるか？あ、俺が撮るよ。何言ってんの？ほら、博士は私の隣。え？先生、写真撮って。おお、いいぞ。クラスのLINEに入れておくね。ああ、サンキュー。お、パイナップルジュースのサービスだって。飲みたい。いい思い出が作れそうだな。リナとヒロシ、今日も一緒にいる。気になるよ。気になるといえば、ヒロシ、私に話したいことがあるって言ってたけど、いつ話してくれるんだろう。今日は自由行動です。困ったことがあったら教員に電話するように。はい、博士、行こう。うん。なあ、あの二人ってやっぱマジで付き合ってんのかな。え、他の人から見てもそう見えるんだ。マオ、大丈夫？うん。リナに彼取られちゃっていいの？それはよくないけど。それならちゃんと思い伝えなくちゃ。そっか、ヒロシが話してくれるのを待ってたけど、私から告白してもいいんだよね。最初はそのつもりだったんだし。うん、今夜話してみる。頑張れ、マオ、きっと大丈夫だよ。ありがとう。俺ら女子のところ行こうかなって思ってるんだけど。あ、先生が来たら適当にごまかしておくよ。なんだ、博士は行かないのかよ。
美人ギャルの彼女がいるやつはいいよね。え？誰のこと？松岡のことに決まってんだろ。今日は一日デートしてたじゃないか。違うよ、そんなんじゃないって。その話は明日聞かせてもらうわ。ごまかせると思うなよ。違うって言ってるのに。まあ言ったな。でも明日で修学旅行も最終日。明日こそ真央に自分の気持ちをどう伝えようか考えていた俺だったが、慣れない場所を移動していたこともあり、あっという間にまぶたが重くなってしまった。他の布団には枕を入れておいたし、先生にはバレないだろう。それから1時間ぐらい経った頃、俺は布団の中に異変を感じて目を覚ました。ん？あれ？布団の中に何かいる！まさか幽霊？真央？あ、ヒロシ。どうしてこんなところに？ヒロシに話したいことがあって。部屋に入れなくて困ってたら、男子が鍵を一つ貸してくれて。起こしてくれればよかったのに。起こしたけど起きなかったの。ヒロシの寝顔見てたら私も眠くなっちゃって。あのね、相手が俺だったからよかったけど、他の男子に同じことをしたらダメだよ。しないよ。どうかな、魔王って昔から警戒心が薄いんだよな。何よ、自分はリナとデートしてたくせに。え？知ってるんだから。今日の自由時間2人だけで回ってたこと。その間誰もヒロシに会わなかったって言ってたよ。2人きりでどこに行ってたの？誤解だよ、そんなんじゃないって。だって俺が好きなのは真央なんだ。え？おーい、ちゃんと寝てるか？話し声が聞こえた気がするが。どうしよう。真央、こっち。静かだな、気のせいか。ヒロシ。あ、ごめん、真央隠さなきゃって思って。ねえ、本当に私のことが好きなの？うん、本当は明日伝えるつもりだったんだけど。嬉しい、私も好き。え、本当に？ずっと大好きだったよ。それを伝えたくてここに。そうだったんだ、真央が俺を好き。うわ。ねえ、リナとは本当に何もなかったのね。うん、彼女に了解を取らないと事情は説明できないんだけど。そっか、大丈夫、ヒロシのことは信じるよ。はあ、ほっとしたら眠くなっちゃった。おい、こんなところで寝たら大変なことに。大丈夫だって、みんな遊びに行ってるし。まいったな。でもこんな風にくっついて寝るのって幼稚園ぶりだな。おいおい、これどういうことだよ。博士、うちの学校の美少女を独占しやがって。起きたら説教だな。おう。ごめん私、真央が博士のこと好きだって気がつかなくって。でもやましいことは何もないの。分かってるよ。朝のことがあったせいで俺と真央が付き合っているという噂はすぐに学年中に広まっていた。リナに事情があったって聞いてるけど。うん、実は中学の時にずっと好きだった人が沖縄に転校しちゃったんだ。それからもずっと連絡取り合ってて、つい最近両思いになれたの。それで修学旅行で沖縄に行けるなら彼に会いに行きたくてさ、博士にお願いして一緒に抜け出してもらったの。俺は松岡さんと別れた後ひたすらみんなに見つからないように観光してたんだ。
先生に松岡さんがいないことがバレたら大変だからさ。そうだったの。よかったね、リナ。え？好きな人に会えたんでしょ？うん、初キスしちゃった。すごい。いやいや、そっちはもっとすごかったんでしょ？みんなその話で持ちきりだったよ。それは正直な話、俺と真央はずっと一緒だったから、一緒に寝ていただけでそこまで騒ぎになるとは思っていなかったのだった。警戒心が薄いのは俺もだな。これからは気をつけないと。こうしてドキドキの修学旅行は終わった。真央とは幼馴染から恋人同士になったわけだけど、なんかまだ実感ないな。真央を好きな気持ちは付き合う前からずっと変わらない。でもこれからは彼彼として一緒にいられる。それはやっぱりとても嬉しいと俺は思ったのだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。